これを言うのは何度目かな。スパイダーマンが悪党と追いかけっこ、何百万ドルもの損害発生、今もなおライの乱闘の損害を集計中だという。そこに橋でも大事件、そして今度はひよっこの悪党がティンカラーと仲良しこよしのふりしてハットトリックを決めたってわけだ。私からすれば監獄時でもこもって折り合いをつけてこいってやつだ。二人っきりでな、ニューヨークから遠く離れた場所でだぞ。ジャージー程度じゃまだ近い、オレゴンか、なんだったらアラスカあたりでだ。そこまでやればアパートの非常階段がビルの壁からもぎ取られる騒音に邪魔されずに、我が家でグレートワカンダ料理コンテストを見ながら静かな夜を過ごせるだろうからな。それで思い出したぞ、ジャレット、録画予約セットしたか。クワンダ中ダンサー、いただいてくよ。どっからどう見たって怪しいだろ。お前もしかして観光客か。こういう時はな、俺はそれをラットで学んだ。そうしときゃ時期に収まる。いいか、俺はアート描いているだけだ。いいからほっといてくれ。残念だけど、そのひっどいアートも今日で見納めだよ。さあさあと、うっせえ、うっせえな、分かってるよ。くたばる、姿消し、やつはまだいるのか。このまま逃がすと思った？マイルズ、ヘルズキッチンのハトバで会おう。すぐ行くよ。おかしな真似される前に、ティンのことどうしよう。どこかで待ち合おう。話し合ってみる？サイエンスセンターか、トリニティチャーチでさ。いや、嘘ついてたのバレたし、会いたくないはず。ああ。何か別の隠れが発見。完璧、ちょうど暴露キャスト用のメモ整理してて準備万端。ジャマー見つけて。
ハンマーヘッドがいたな。
アンダーグラウンドを邪魔させない。